子さん、本日をもってクスマロを作成するのをやめさせていただきます。高速道路に軍手を片っぽだけ落とす仕事の方が時給がいいですし、さすがに最低賃金を割っているのはちょっと。今月の給料は指定の口座に振り込んでおいてくださいね。私雇ってたんだっけ、この人。なんかね、私のマシュマロに送るのはね、何やらね、賃金が発生するって話は聞いたことがあるんだよ。そのね、剣持とやさんみたいな話であるらしいんだけども、私が雇ってるわけじゃないんだけども、やめて。これあれだよ、私に文句をつけている風にしているように見えるかもしれないけども、あ、お前桜を雇っているなっていう風にしようとしている悪人のマシュマロです。許しません。桜もやっていませんし、マシュマロには給料は発生しませんし、最低賃金は割っていません。あ、最低賃金割ってるか分かりません。お金は発生しないって言ってるのが、やろう。